予備校側は一体どうなるんでしょうね、来年度の授業。4技能のこっちがなくなっちゃったらどうなるんですか。この過渡期のものとして作られたこいつらは一体どうなっちゃうの。授業をぐわっと4技能に切った人たちもいますし、切った団体、世の中、政治と金であるっていうのは、残念ながら実感してしまった。Hello there. 始まりました。マルチチャンネルです。今回はですね、そうです。話題になっていますよね。2020年度の英語民間試験導入延期ってやつですね。それをですね、まあ予備校講師であり、まあ、4技能入試用の授業もしてる自分が見て、どうなのかっていうのを話していこうかなと思いますね。まあ自分の意見は前から、言っているようにですね、今の段階では公平性が保てないのでまずいと、特にスピーキングの試験に関しては、全く公平性が取れてない試験になっているので、ここを改善しない限りは賛同することはできないっていうのは、これはもう前々からいろいろと言っていましたが、ついにですね延期が決まるということになりました。なんで、その辺のことをですね、まあ予備校目線と、そして、まあ、受ける人目線英検対策とか GTEC 対策ですね、そういった授業もしてますし、予備校ではスピーキング対策授業ですねをやっていますので、その辺の生徒たちのこともちょっと話していこうかなと思います。2019年11月1日にですねすごいですよね、この共通 ID の、 その申し込みが始まった日に延期っていうね、まあなかなか面白いなと思いましたけど、笑ってられないですね。2020年度からね、導入する予定だったんですけど、2024年に延期ですね。まあ延期されたってことはさ、また同じような揉め事が起こるってことなんですけどね。さあ果たしてその時にどうなってるんでしょうね。まあね、なんかね、身の丈発言でダメになったとか言ってますけど、さあ一体本当なのかどうかは分かりませんが、まあもしそれが本当だとしたら、ね、口は災いのもとっていうのは本当なんだなっていうのを、ね、かなり実感しましたけども、予備校業界は一体どういうふうになっていたかっていうと、かなりの準備がやはり進んでいました。英語のものに関しては講座ですね、4技能になった場合の講座っていうのが、いろいろと用意されていましたし、実際に舵をぐわっと4技能に切った人たちもいますし、切った団体もいますよね。そういったところは、まあ、打撃を受けるのはもう間違いないでしょうね。教材を準備したり、授業を準備しているところもありましたから、でそこが一体どういうふうに打撃を受けてしまうのか、かなりの投資をして作ったところもあるはずです。まあ自分自身も急いでくださいと言われて急いで今英検のですね、参考書書いていたのに、なんかね、急がされ損だなっていう、ね、気もしないでもないですけども、まあさっきも高2の授業をやってきたんですけども、まあ、いわゆるですね2020のですね、あの英検の S1 デイですね、スピーキングを1日でやるものの予約が必要だったわけですね。3000円払って予約したわけなんですけど、ね、どうすんだって話ですよ。僕も予約しましたけど、3000円払ってですね。で、それ学校側もみんなに受けさせるから、予約させたんですよ。で、戻ってくる返金っていう、ね、返金したい人は返金可能っていうふうになったんですけど、それで聞いたら手数料取られるって言ってましたね。なんか300円ぐらい取られて戻ってくるからやだっつってですね、すごい怒ってましたね。予備校側は一体どうなるんでしょうね、来年度の授業。私はスピーキング授業やってますし、4技能授業もやってますけど、ね、また減るんですかね、人数。わかんないですけど、冬季講習のね、スピーキングの授業どうなるのか、楽しみにしちゃいけないですけど、果たして、受講者いるのかって話だけどね。どうなるんでしょうね。一応共通テストの代わりにはならないだけですからね。いわゆる今のセンター試験の代わりにならないだけです。なんで、まあ個別の、で大学はこれから非常に困ると思いますね。その実施 OK にしてたところがまた考えなきゃいけないですね。絶対もうシステムを、ね、結構整えてたところもあるはずなので、非常に困るんじゃないかなっていうのが印象です。いろいろな問題点がありますので、それらをちょっと話していきますけども、まず、そうですね、共通テストに変わるっていうやつですね。センター試験が共通テストになる。で、今まで筆記が200でリスニングが50だったのが、250だったのが100、100に変わるよですね。リスニングの需要が非常に高くなるんで、これリスニングの配点を高くするっていうのは、これ民間試験に移行するためのものの試験ですからね。民間試験なくなっちゃったらどうなるんだって話なんですけど、そう、民間の4技能試験に移行するため の、 その移行期間用のものとして、この共通テストですね、の英語の問題を作った、細かいアクセントとか発音とかね、文法とかなくして、読解だけ、そしてリスニングの比重を増やす、これで4技能にこう過渡期としてね、移すものとしてってやったのに、4技能のこっちがなくなっちゃったらどうなるんですか。この過渡期のものとして作られたこいつらは一体どうなっちゃうのっていうね、チューブラリン状態になってしまったわけですよ。で、この共通テストに関してはもう
予備校側は模試も全部準備されてもう施行されてますね。もうやってるわけですよ。共通テスト対策っていうのもやってるし、共通テスト対策授業っていうのも始まってますね。もう映像で撮ってますよ、いろんなところが。どうなるんでしょう。民間試験が延期になったから、今度は共通テスト延期に向けて、当然動き出しますよね、いろんな人たちは。もしこの共通テストまで延期になっちゃったらどうするんですか。もう相当なところがだね、だってかなりのお金や時間を投資して作っちゃってるわけですよ、いろんなもの。だから予備校側からすればこれがなくなりますとかってなっちゃったら大変なことになっちゃいますね。だってもう来年のテキストっていうのは作ってるわけですよ。来年のカリキュラムっていうのは作っているわけです。で、もう共通テスト用にセンター試験がなくなったバージョンっていうのを全てこう作ってあるわけですよ。だからこれでやっぱりなしにしますってなったらもうとんでもないことになっちゃいますね。4月からその予備校の授業、まあその前の春季講習からですよね、もう始まるわけですけど、その時にテキストまた戻さなきゃいけなかったりとか、そういうことが起こっちゃいますから、非常に困った状態になっているっていうのが現状です。英語だけじゃなくて、やっぱり言われてるのは数学の記述、まあ数学よりも国語が今すごく言われてますよね。採点するのが、やばいんじゃないかですね。国語の記述をなんとか防がなきゃいけないっていうふうに、すごく動いています。まあ分かれますよね、意見としては。やっぱり、ね、英語を喋れない先生たちの既得権益だとかっていう人もいるし、いやいや、そもそもね、民間試験でこんなにお金が動いてんだから、こっちのそれこの権益の方がやばいだろうみたいな感じでこうぶつかっていますよ。自分は別にどっちに転がったところでどちらの授業もやってますから、そんなに困ることはないんですけど、どちらの言い分も分からないでもないです。確かに英語力はめちゃくちゃない、日本っていうに日本の英語力は確かにない。書くこと話すこと、まあそれは語学学校行って英語の先生たちが、下のクラスに入れられちゃうっていうのもよくわかりますし、まあやっぱりこの予備校でライティングやってても、高校でライティングやっててもむちゃくちゃです。もう本当に一文すらまともに書ける人はいないっていうのが、それはまあ現状だっていうのはよくわかってます。しかしやっぱりきちんと採点できる人がいないといけないですからね。まあ、そういった面でスピーキングやライティングというのは、まあ、やらなきゃいけないというのはよくわかってます。あまりにできなさすぎるんですね。いやいやいや、論文さえ読めてればいいとかですね、言いますけど、いやいやいや、論文でやっぱ発表しないと、書けたりしないといけない、論文書けて発表できないとダメですから、できたに越したことはありません。確かにそうスピーキングやライティングの力を、ね、入試変えて伸ばさなきゃいけないという意見はわかります。ただしさっきも言ったように公平にですね、採点できるようにしないといけません、カンニングとかができないようにする、大事です。今そのようにちゃんとできてないですね、はっきり言って。スピーキングに関しては、全然できてません、そして採点、そうです、採点基準もよくわかんないですし、このままいくとアルバイトがやったりとかで、先生たちが片手までやるみたいな形になっちゃいます。そうです、模試ですら採点ミスなんか山ほどあるし、こんなのダメだろみたいな風になってるわけです。わかります？この模試でここがなんでダメだったんですかとか、なんでこうなんですかって言って、私二度出間ですよ。その模試のその罰つけられたやつを見てるんですよ。見て、ね、もっと直さなきゃいけないとか、ああこうこうこうしなきゃいけないのにとかっていう風にやってるんです。まあ、実施団体はね、非常に迷惑を被ったでしょうね。ベネッセ英検大変ですね。これ返金したりとか、このために躍起になってすごくいろんなのをね、整えようと頑張ったのにね、S1 デイなんて仕組みを作ったりとかでやったのに、それが無駄になっちゃうわけですよね。タブレットをですね、わざわざ配布したりとか、さまざまなことを行ったのにできなくなる。ケンブリッジもすごく躍起になってましたよね。ものすごいビジネスチャンスだっていうふうにケンブリッジの人たち言ってましたからね。日本で、ついに来た4技能でこれでラッキーだって言ってたのに、結局ダメだったわけですからね。まあいろんな人が翻弄されましたね、結局。もちろんね、予備校の先生もやった、導入されないからね、自分の授業されてそのまま行けるって言って喜んでる人たちもいるとは思いますが、これで変わる、よしチャンスだって思ってた人たちは、ね、逆に非常に困ってるって感じですね。まあ、だから自分自身はそんなに自分で舵を切らなかったので、来てるオファーだけを受けてただけなので、自分から何かやってるとかっていうのはなかったので、そこまで、影響はなかったですね。今のね、締め切りだけ大変だったのに、このね、ちょっとね、急いで書く気がなくなっちゃったっていうのが厄介です。4年間でどうやって一体何を準備するんだってね、まあ、今回は早すぎたってことなんでしょうけど、これからどうなっていくのかですね、皆様の意見をですね、ぜひ聞かせてもらえればなと思います。そうです。だ4年後にまたね、同じ問題になるんだったらね、もうはっきりと決めてほしいですね、早いとこね。ということで、喜んでる先生たちもいるし、悲しんでる先生たちもいるし、準備をしていた予備校は非常に困ってる。準備をしていた団体たちは、もっと困ってるでしょうね。高校生たちは非常に、翻弄されます。
ましたし、その親御さんたちも非常に翻弄されたというのが、現状です。学校だってね、それに合わせた指導をっていうふうにやってたわけですからね、これまた翻弄されたわけですよ。果たしてどうなるのか、そして、個別の大学は一体どのように動くのかっていうのは、まだまだ見物であるといえば見物でありますね。何事も政治だっていうのは非常によくわかりました。世の中政治と金であるっていうのは、残念ながら実感してしまったっていうのが今回の、一件ですね。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.